こんにちは、ザキツカです。今日は長崎県にある稲佐山に来てます。日本一美しい夜景ですねのスポットです。これテレビの電波塔ですね。電波塔、稲佐山に着きました。駐車場があって、突き当たりのビル、あれがあそこから見る夜景が綺麗ですっていう感じらしいですよ。行ってみましょう。てか手前のベランダから見れるんだよね、夜景が。行ってみましょう。これですね、これだ。夜景が、日本一美しい夜景はこれだ。ほうほう、これですか。おお、なるほど、これは美しいですね。港なのかな、船が光ってる。長崎の港が一望できるんですね。はあはあ、これが美しい夜景か。日本一美しい夜景は九州にありますと、そういう感じなんですね。これ長崎です。長崎ですね。でこれね、なんかね、ビルがあって、ビルに入って、そのビルの上から見るらしい。展望台、これが展望台ですね。オーザーバーエントランス、光のレストラン、あ、レストランがあるのか。ふわー、涼しい、エアコンが効いてる。ヨカトコバイって書いてあるよ、ちゃんと。おー、くるくる回りながらゆっくり360度見た方がいいよね。登ってくると一番上が展望台のある山頂展望台、光のレストランですね。トルコライスがおすすめだそうですよ。え ?32分、え8時、8時32分オーダーストップが8時半。え、マジかよ。ここでちゃんぽん食べようかなって思ってたのに。長崎で長崎ちゃんぽん食べようと思ってたのにオーダーストップになっちゃった。マジか。ちょっと夜景見て帰りましょう。レストランの屋上があるんだね。あ、ここが屋上だ。お、結構人いっぱいいるな。ここですね。これがてっぺんだね。なるほど、これか。おしゃ、ここです。ここが目的地ですね。なんか野球場かなんかあるよ、あれ。これが日本一美しい夜景です。以上ですね。いや、いいもん見たな。目の保養になりましたね。以上ですね。降りましょう。よいしょ、お風呂入ろう。長崎のお風呂に入ります。